10月20日松山市堀之内城山公園で愛媛県民祭エーモンフェスティバルが開かれました。これは愛媛の文化やイベント、グルメなど地元のいいものを知ってもらおうと3年前から毎年この時期に開かれているものです。会場はスポーツ、キッズ、エンタメなど7つのイベントゾーンに分けられ、参加者がさまざまなアトラクションを体験しました。これ縦にも回るからね怖かったら言ってね。行くよでしょ。ケイヘイ、こっち見て。このほかおよそ40の飲食店が出店したグルメコーナーも設けられ、多くの家族連れらでにぎわっていました。ありがとうございました。今日イベント来てみてどうでしたか？楽しかった。楽しかった。え、何が楽しかったですか？スーパーボールスキーとか。スーパーボールスキー。五感で愛媛のいいものを体感した参加者、イベントを通してふるさとの魅力を再発見できたようです。